宮城県理不高等学校は、宮城県宮城郡理不町青葉田一丁目にある県立高等学校。通称は、理不校であるが、同校の課外活動として行う、理不町の名産品である果物の梨の受粉漬け等、かけて理工と呼ぶ人もいる。また、スポーツ科学科も設立されている。国公私立の別公立学校設置者宮城県学区。 塩釜学校訓心身の健康特性の、寛容地性の啓発設立年月1984年4月1日、教学、別学男女教学家庭全日制家庭単位制、学年生単位制設置学科、広島通り科、スポーツ科学,科学科学期2学期生高校コード 0418?2D 所在地郵便番号 981-0133? 宮城県宮城郡理府町青大場一丁目一番一号設置学科普通科単位制を採用しており、自分の時間割による修熟度別学習を行っている。各年時5学級、募集定員200名。推薦入学割合は定員の30%以内。スポーツ科学科1998年に設置。入学考査にあたり、先行種目の実技検査が実施される。 学年時に学級、募集定員80名。推薦入学割合は、定員の60%以内。通学区域は、宮城県全県。生徒は在学中3年間同一の運動部に、所属するものとされる。所属の運動部と同一の競技種目を、先行実技とするとともに、体育理論並びに、スポーツ医学、運動生理学及び、スポーツプログラミングからなる。 スポーツ科学を必修科目とし、体育指導者を育成する。陸上競技、公式野球、サッカー、剣道、ハンドボール及びバレーボールの6種目を重点種目とし、専門の指導者を置く。県庁所在地仙台市の北東に位置するベッドタウンであるリフ町に、1984年に全日制普通科の高等学校として開校した。 文武両道を折年に掲げており、1998年に単位制への移行とともに、日本で初めてスポーツ科学科を設置した。生徒は必ずいずれかの部に入部するものとされ、部活動は生徒指導の中心に据えられ、盛んに行われている。ありがとうございます。